森田が試合後に細かい指示がなくもっといろいろ提示してほしいと不満を口にしていたが、久保も疑問を感じていた模様。試合出場が続いてだんだんコンディションが上がってくる中で、今大会多分ベストなゲームだったと思うので個人的には、交代は早かったかな。みんな同じこと思いました。と思うけど、そこは一選手がどうこう言ってもしょうがない。久保は大人だな。いやそんなこと言ってる場合じゃないぞ、次から次へと不満の声が出てくるのやばいって。